どうもペカリマですということで朝日旗ヶ谷二の付く日特備4連戦最終日先生ごちそうさまです。いやそんなことない、そんなね、そんなね、みんなね言うんだけどこんなね十数ぐらい、マイジョが座れないね。ハッピーかアイムかな、うん、OK です。あの話してたのが元店長の人だ。これがで、そう、あのその人かな。え、なんか徳を積みたいらしいです朝人におごって徳を積んでビッグを。今帰ればプラス。マイジャグの狙い台3台全部行かれました。ゴージャグも、ゴージャグはね、あの元店長さんが、がっつり座ってました。やっぱ狙い台結構かぶるんですよね。いやだから店長と元店長と狙い台かぶってることはもうそういうことだから。俺も元店長。まさかの全飲まれ。まあレグ先行しちゃってるからしょうがない。最初だけは、いやーでも前のファンキーではないことを祈る。ビッグレギュラー1対1のあの謎のファンキー、ファンキーっぽく今回お願いしますよ。さすがに単レグも3回引いてるから今280分の1なんですよ。もう設定6ぶっちぎってるから。ただブドウがちょっと悪すぎる。 6.2 とか1以下。
チガチすぎるわ。タンレグがガッチガチすぎる。タンレグ一つ謎レグ出しちゃったけど、それ抜きにしてもだって210分の1だからね。タンレグもうだからあとこっから2000ゲームぐらいタンレグもう出さなくてもいいぐらい、もうストックがすごいタンレグの。だからこれ多分もう圧倒的にさすがに下はないと思うから、4、5は確定だと思うから、あと、多分7000ゲームぐらい回せるから、そこでビッグをいかにちゃんと設定ぐらいの数値に戻せるかっていう勝負ですね。うん、忘れてた、朝日が6使ってるわけないわ、忘れてたそれ。いやでもまだ俺タンレグが6以上なんだよね。でブドウもこのハマりで良くなって回復して、まあ中間ぐらいにはなってますね。いや中間なのか、あんなにレギュラータンレグ出る。でもマイジャグで中間です。最初1500枚ぐらい出て閉店ぐらいの時にプラマイゼロになった。あのマイジャグの時もこんな感じでタンレグめっちゃ出てたんだよな最初で、中盤からどんどんハマりハマりみたいな、でプラマイゼロ。いやでもその時より圧倒的にタンレグ出てるから、いやあると思うんだけどね。下皿でとりあえず当てたいですね。このハマりを抜けたいっていうか、1次連後のハマりあるあるすぎるじゃん、あるあるすぎるじゃん。はい、中間っぽくなってきた。しっかりとした中間になってきた。今のところ高設定ポイント一つもありません。タンレグも、4と5の間ぐらいになりますね。1000ゲームぐらいタンレグ来てないんで、まあ3か4なのかな。いやこれまたもう下皿ないんで、もうあとクレジット内のみ、もうすぐ飲まれますよ。ただだとしても最初の朝一の引き
あれをビッグでやれば全然2000枚ぐらいは出ると思うから、いやそのね、あの連チャンできる性能あるんですよ。今度ビッグでそれかまして、言ったでしょ。そうなんすよ、戻るんすよね。昨日はもうこの波を掴む前にやめちゃったんですけど、昨日の反省を生かしてもうすぐにアップデートしちゃうから、ペカリマンすぐアップデートしちゃう。さあこっからどこまでガッサンが戻るかですね。まあレギュラーはもう足りてるんで、あとビッグを設定通り引いて1000枚ぐらい出して帰りましょう。どうしよう、まあ今ちょうどプラマイちょいプラぐらいですね、あと回せて4時間半、まあ7500、8000近くいけるかもしれない、飯食わなかったら。どうなんだろうこっから。
ハゲるハゲる、あーやばいやばいやばい、あーキンキン、行かなくていい現金入ってないの設定、今日も中間中間でもないか、あれいきなり一番いい合算になった途端に 800？てんなマジで、なあ最近やってるよな朝日。あーっていうかまあ北電子か、厳密にはやってんのは。ああ何あれ、え、は、え、設定1でも160分の1当たるんだよ。ねえ、いきなり800ってどういうこと？やってんだろ、無抽選だろ。あ、いや徐々に下がるとかだったらわかるよ。200ハマり、300ハマり、300ハマりとか食らって徐々に合算下がっていく。なんか一撃800って。パチンコなかなかなくない？なかなか見ないよね。パチンコで。ライトミドル150分の1ぐらいの台で800ハマってるやつって。相当珍しくない？それがジャグラーだとすぐ起きるんだ。どういうことですか？ねえ。は？ 1万7000円分だぞ。チョメダル1万円分と現金7000円。で、なんかもう、よくわかんなくても、なんかもう、会員カード忘れてきたし、言いっぱなしで。もうなんか、いや、初めてのファンキーのジャンバリ聞けたとか、全く、そんなん、どうでもいい。ん？いや、ファンキー全滅ですね、そしたら。全部150分の1とか。あの時帰っとけばよかったな。いやー、わかんなくない？一番うざくない？中間でしょ、多分。まあ、あんなハマったけど多分中間ですよ、あれ多分。中間のレギュラー引き強。一番わけわかんなくなるよね。設定判別。一番わけわかんなくなる。いや、まだビッグ引き強で、ガーって言ってるんだったら、まあレギュラーついてないし、まあちょっと合算下がってきたらまあなさそうだからやめよう。できるじゃん。レギュラー一番設定差ある。で、単レグ一番設定差ある。うん。ただ、ブドウがずっと悪かった。気づいてたよ、うすうす。きつー。二日目で。9月2日目。2日。9月2日。あと20日間あります。20日。ええ。あ！パスポート。1万、え？え？ 1 万1000円か？パスポート、え？やばい！5年用。待って。1万1000円。はい。マジでやばい。チョメダル、もう換金する？もうなんか、強がってらんないよね。なんか、変な意地張ってらんないよね。チョメダル換金するのは負けた感じするな、みたいな、思ってたけど。負けじゃんって思ってたけど。
で結局チョメダルちょちょずっとチョメダルしておくわけにはいかないしね。いつか監禁するんだ。そりゃ今じゃないか。うん。まあ、10特定日分ぐらい残して、監禁ギャップとかあって25万ぐらいは。まあできるね。監禁できるね。意外と余裕？意外と余裕か？あ！バッチや、バッチの収益があるんだよ。うわぁ、そうだ。そうそうそう、バッチの収益。あのね、メルカリで、あの、ジャグラー買ったんですよ。それは、4万、5万ぐらい。で、それはその、バッチの収益で買ったんだけど、さらに今、売れてます。さらに今、売れてて、3万、バッチの収益だけであります。それをもう、銀行に送金しちゃう？意外と意外といけない？意外といけ、あ、大丈夫だね。うん。大丈夫でした。まだ、そんな金借りなくちゃいけないとか、そんなレベルではない。うん。大丈夫、大丈夫。まあ、ちょっとやけになって、今回はね。まあ、今回も、視聴者のために突っ込みましたよ。最後の方は。1万5千円ぐらいまでは、視聴者関係なく行ったけど、プラス2千円はね、うん。どこで当たるかって見たかったじゃないですか。どこまでハマるのか。結局どうなってんの今。俺の後、回されてんのかな朝日。いやー、あれは、特定日である程度いい感じの挙動を見せたらもう、昨日も言ったけど、1万5千円尽きるまでは行かないとわかんないんだよね。もう尽きるまでやったけど。だから分かってたから。2000円は余分だったな。え？え？え？嘘でしょ？マジで？うわぁ。うーわ。マジで？マジかよ！872でビッグ当てられて、12レギュラー、109ビッグ、12ビッグ、92レギュラー、64ビッグ、54ビッグ、12ビッグ、53レギュラー、46レギュラー、40ビッグ。うーわ、マジかよ！あー